今回のインタビューは今シーズンからガンバ大阪でプロの生活をスタートさせます林選手、嫁坂選手、瀬能選手、そして平尾選手です。まあユースからプロにということで、もちろん生活の変化っていうのもガラッとあったと思いますけども、嫁坂選手、何か変化ありました？山田、うん、練習とかやってないんで、わかんないですけどでもあんま変わったっていう印象はあんまり。声も小さい。いやまだそんなに自分の中では変わったなっていう感じはない。林選手なんかどうですか？わあ、そうですね。ユースにいた頃よりはやっぱり練習の質っていうかレベル もう格段に上がったと思いますし、うん、まあ、特にキーパーコーチが外国人の人ってことで、はい、まあ、今まで日本人の方とほとんどやってたんですけど、まあ、言葉の面とかでちょっといろいろ悩むっていうか難しいところあるんですけど、うん、まあ、そこをこれからどううまく乗り越えていく行こうかなって思ってるところです、うん。まあ、そういう意味では新しい経験がたくさんある、刺激のある毎日、はい、そうですね、毎日が今楽しくて仕方ないです。瀬野選手はどうですか？やっぱユースの時とかはサイン求められたりとかはなかったんで、うん、それは今ファンの方たちとかに、うん、まあ、求められるようになって、やっぱプロになって見られてるんだなという自覚が湧いてきました。サインってどうしてるの？今年だってみんなプロになったばかりでしょ。ようやくサインを求められるっていうみんな立場になったと思いますけど、瀬野選手は自分のサインどう考えたの？いや、自分でこれでええかなぐらいの。はい、そうです。結構時間かかるタイプのサイン？いや、普通に自分の字を崩して、うん、ささっと書けるように。うん、みんなは瀬野選手のサインって分かるの？うわ、妹みたいなあ、うっすらとやっぱり分かるようにはなってるんだ。おお、平尾選手はサインは、うん、サインどうしてるの？え、もうひらがなで、うん、そう打って、あ、下の名前を、はい、ちょっとカッコつけて、うん、合体させてみたいな感じです。それは何日か考えたの？いや、学校でちょっと暇な時間があって、うん、で瑞希に、うん、俺の考えてって言ったら、うん、めっちゃいいの考えてくれました。簡単で。あ、そうなんだ。そうのサインはだから俺が著作権握ってる感じ。そうなんだ、はい、これでええやろと。はい、もう俺が書いたら結構気に入ってくれたんで、うん、確か自分でも考えたんですけど、うん、何も浮かばなかったんですよ、僕。なんで？ SO でもいいわけでしょ？そうっすね、うん、なんか浮かばなかった、瑞希に、うん、考えてみたいなの言ったら、うん、もうすぐ考えて、5分ぐらいで、うん、もうそれ使ってます。ちなみに林選手のサインはどういうタイプなの？まあ、俺のタイプはローマ字で、うん、はい、瑞希って書くんをちょっとふにゃふにゃふにゃみたいな、ちょっとカッコつけてうん、うん、書いてる感じで。それは時間かけて作ったの？いや、それが、うん、ちょっと中学生の頃とかのサインとかちょっと考えるのが好きで、うん、もう気早いな。そう、だいぶ気早いんですよ。中学の時からもうプロイメージしてたんだ。まあ、よく言えばイメージしてたってことになるんですかね、うんうん、でも、まあ、みんなにいじられとったんですけど、うん、それでそういうのがだんだん進化していって今に至るって感じで、結構だから、まあ、3、4年の年月かけて今のたどり着いた一番クオリティは高いんじゃないかなもう書き慣れたもんだノートとかにいっぱい書いて。ノートとかいっぱい書きましたね。うーん、嫁坂選手は？あ、僕はローマ字を崩して、うん、それも自分で？そうです、自分で。もうこれでいいかなみたいな。書きやすいのはもう自分の中でしっくりきてる。もう求められたらさーっと。あ、そうです。じゃあそういう意味ではもう、こうプロの第一歩っていうところでの写真対応だったりこうサイン対応っていうのは、じゃあそつなくこなしてるって感じなんだ。あ、やっぱり最初は緊張した？最初は緊張しました。思ってるのサイン一番うまいこと書けたの、うん、を書けなかったり、そのファンに求められた時に自分がこういう曲がり方とかしてるのに書く時になったらカクカクなってしまってまあまあ緊張してしまってるんです。まだそういう意味では、はい、まあそうやって少しずつですけど環境の変化っていうのがね、皆さんの生活の中でも出ていると思いますけれども、まあ、今回
遠征も含めて宮崎もありました、インドネシアもありました、沖縄もありましたけれども、まあ、その中で、まあ、横のつながりっていう部分ではね、4人一緒に上がってますし井出口選手もいるのである部分では気楽だったと思いますけれども、まあ、先輩と言われるようなね、あの年の離れた選手たちとの接点っていうのはその遠征の中だったりキャンプの中で増えました？どうですか？は、俺はだいぶ増えたと思います。林選手はなんかすっと入っていきそうですけどね。いやもう最初から、うん、まあ、キーパーなんでフィールドとあんま関わりが少ないっていうか、うん、他の人と比べて、はい、余計その分、まあ、後輩である自分からグイグイ行こうと思ってたんで、うん、まあ、そこは成功したかなと思ってます。手応えある？手応えありっすね。ありっすか。はい、ちなみによくこう声かけてもらったり、はい、最近一緒になってるなっていうようなそういった選手っています？でも一番やっぱ距離近づけたかなと思うのは、うん、まあ、同じキーパーになっちゃうんですけど、うん、東口選手、うんうん、まあ、普段東くんって呼んでるんですけど、はい、はやっぱり普段からもう冗談も言い合えるような先輩後輩の関係になりました、うんうん。じゃあそういう意味ではこう練習に入っていく中での過程としてはすごくいい。そうですね、もう先輩たちが本当、うん、まあグラウンドでは別ですけど、うん、ピッチ外のとこで、まあ、優しくてちゃんと面倒見も、うん、面倒を見てくれるんで、うん、まあ、僕の立場後輩っていう立場からしても、うん、やりやすい環境を作ってくれてるなっていうのは、うん、まあ、よくねガンバ大阪ってすごくチームの雰囲気がいいってね、はい、来る選手来る選手上がる選手がみんな言ってますけれども、瀬野選手はいかがですか、新しいこうチームとしての人間関係っていうのは。まあまあ僕もキャンプで米坂選手と一緒で怪我してしまって、うんうん、まあ、リハビリやったんですけど、はい、でウッチー君、内田達也選手もリハビリ一緒にやってて、うん、まあウッチー君はもう優しくてすぐ喋りかけてくれますし、うん、ご飯とかも連れてってくれるん で、うん、でそのウッチー君仲良くなりましたし、同部屋だった阿部君とかも、はいはいはい、もうそうサッカーのこととか、うん、私生活のこととかもなんか喋ってくれましたし、すごく仲良くさせてもらってます。あ、そうだ。じゃあそういう意味では、まあ、阿部選手なんかもね昨年すごく活躍してこのぐらいやらなきゃガンバでは出れないぞとかっていう話も、もうその得点を取るのとかもその守備の面とかもやっぱすごい走ってるし、うん、あとは、まあ、ないないや教えてもらったんですけど忘れたな。いや、まあ、いろいろ教えてもらいました。宮坂選手は？あ、僕は宮崎で一緒の部屋やったんですけど、今、うん、野選手と喋る機会が多くて、はい、僕最初日本代表とかで活躍してる選手だったんで、うん、はい、やっぱちょっと喋りにくいのかなとか思ってた。やっぱり思うよね、テレビで見てる選手だもんね、はい、うん、目標としてた選手とかがこの近くにいたんで、うん、はい、そんな選手ともう1週間2週間ぐらいずっと同じ部屋で生活してたんですけど、はい、うん、まあ想像以上に優しくて、はい、もう気を使ってくれてたんで、むちゃくちゃ、うん、温泉だったり、はい、誘ってくれるんですけど、はい、僕ちょっと遠慮とかしてしまって断ったやん。 そんな感じあったんですけど、うん、もっと今はもっとグイグイいけるようになりました。あ、ようやく、はい、まあ、やっぱりこうテレビで見てたりして活躍してた選手を目の当たりにすると、平尾選手もやっぱり喋りにくいとかっていうのは最初あった？いや、もうご飯の時に、はい、一つだけ席が空いてて、そのみんなのところで、はいはい、で俺初めはこの4人と食いたいなと思ってて、うん、それはまあ遠慮とかするんで、うん、そこしか空いてなくて、うん、めっちゃ行きづらかったんですけど、おう、その時誰がいたの？ヨネ君とか、ヨネ君とかジョン君とかいて、うん、怖いなと思って行ったらめちゃめちゃ優しくて、うん、まあ、もうすごい嬉しかったです。じゃあまあそういう意味ではこうやってまだね期間としては短いですけれども、まあこのベテランの選手も含めて結構年の離れた選手とも一緒にこう時間を共有する中で少しずつ頑張っていうものがみんなの中でもこう染み付き始めてるのかなと思いますけど、今から丸バツで答えていただきたいと思います。双葉選手と
もう話はしましたか。まるまるまる、コミュニケーション取れた。はい、てか面白いっすよ。うん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 面白いっす。ちゃんとラリーになってる。まあなってないかな。え、最初はどっちから喋りかけたの？平尾選手から喋りかけて。なんか練習中で、うん、ルール初めてやる練習やって分からなくて、はい、そこにたまたまふたさんって聞いて、うん、それが最初ですね。まあ、ふたか選手ってなかなかね言葉数も少ないですし、まあ、ご自身から話しかけるっていうのも少ないって言いますけど、嫁坂選手も喋ってるということで。そうです、僕はトレーナールームがあるんですけど、うん、そこで治療してるときに、うん、なんか喋りかけてきてくれて、うん、2、3回こうラリーしたらもうスワーって、うんまあでも今続いた方だよね。うん、普通にボソボソっと、そうです、喋りかけてきてくれてたかも分かんないですけど聞こえて、うん、それに返事したら、うん、ああみたいな、うまいことラリーできて、うん、で僕がもっと深い話 したいなと思ってたらもうスラーってそこまでは乗ってくれなかったんだ